いやいや、まあもうね、5月の15日で寒くなったり暑くなったり、はい、ね、気温の変化が激しいし、ここへ来てまだ自粛ですから、はい、だからもう、吉本も NGK 休んだり、ルミネが 50%、だったり、映画館があれおかしいですよね。いや、あのね、俺をテレビ見てて、あの映画館とか、劇場とかは大丈夫でしょうって。でも映画館の方が大丈夫ちゃいますか。ただお前みんな忘れてんねんけど、去年の3月4月ライブ会場でクラスター出てるっていうのは、そうか、あのみんなちょっと忘れてるんで、ほんでまあお医者さんのね、専門の方たちは、それは頭にあるから劇場とか映画館とかは、でちょっと、閉めてくれっていうことになってると思うね。テレビ見ててもみんなライブ会場であんだけクラスター出たのを、あ、コメントしてる方も全部忘れてはるなと、俺は本当にそう思って見てる今テレビを、最初の大騒ぎがそれやったからな、ライブ、ハウスでクラスターが発生したっていうの。そうでした、ね。いや、でもライブハウスってなんとなくイメージあんねんけど、でも映画館ってから別にスクリーンでこちらが喋るわけでもないから。でも笑い声とかいうこと一応、一応念には念を入れてやろうけどもね、それでとうとう僕の映画っていう、まあ、アニメの映画なんですけども、それも試写会が、22日かなに行う予定が、なくなって、だから、その後インタビューとか、されるんですけども、はい、その記者の人とか、に見てもらうためのやつやねんけども、はいはい、見ないまま、インタビュー、になると思うねんけど、すっごい面白いこと言わなあかんし、インタビューってのも、いやいや、そうなると思うよ、だって死者はないねんもう、そうなりますよね、そうですね、そうそう、ただ、ティームナックス、大泉君か弟君とかいてるのが昨日連絡あって、やりますっていうことで。六本木の、なんかシアターで、はい、なんか、六本木の中国飯店の隣にある。中国飯店ちゃいますか。中国飯店ちゃうわ。中国飯店でやったもんね。もう席の配信は。中は月2ぐらいでライブしてるから、俺が。少人数のライブは、やってるんで、あれなんですけども、そうそう、そこでやるところと、はい、中止のところとか、いろいろ、その、座組によっては。でも、県によって違いますもんね。なあ、俺の映画も延期になるのか、はい、ならないのか、っていうところに来てるから、ややこしいことになってしまってね、それで9月ぐらいに舞台やろうと思ったんですけど、それもまあもうできないような状態で、で昨日美代子さんからも、ね、あのワクチンどうするの、うち来たけどって、うちはまだ来てないんですよ、正直来た来てないです、だから港区は遅いんですよ。あ、そうか、はい、どうするの、いや僕は打たないつもり、誰かに回してあげたい、俺は打たないからね、誰かに、回してあげたいっていう話はしてて、私どうしようかなっていうんで、いや美代子さんもね打たない方がってな、今まで2人ともそれ菌にかかったことないから、2人ともないから66年間もうすぐね、俺、66年間1回もないんですよ。ここでワクチン打つと、体が変わってしまうんで、俺は打たないっていうの。でも、私どうしようかって、いや、打ったら頭良くなるかもわかんないよねって言うから。そういうためのワクチンちゃいますから。あんた注射よりも頭打った方が頭良くなるかわかりませんって言ったら、ひどい言うて、それも電話来なくなりましたけど。あんたは頭打った方がええ、ワクチン打つより頭打った方がええでっていう話を、しながらも、みんなもそこでやっぱり悩んでるみたいでね。でも打ちたい人はね、あの杉薬局の会長さんみたいに、工夫みたいに早めに打ってくれ言うて、いろいろ町のね、あの村長さんとか、なんか、まあまあ、医療従事者ないけど、先打ってくれて、やっぱり利権を聞かして。あると思うわ、はい、打ちたい人はそうして打ったらもう、俺みたいに、打たないってもう心に決めてる人の分余ってんねんから、打ちたい人から、
打ってええとは思うねんけどな、うん、だからお年寄り、よりも若者にとか言うの、若者に順番行くのお前ら12月ぐらいのやろ、まだまだ先生なんだ、だって今日本人何パーセントしか打ってないんですよ、そうそう、年寄りの昨日おとついのテレビ 3% とか 4% ですよ、今 4% になったの、4% しか行ってないからね、はい、だからもそのオリンピックもなんかやってる場合じゃないみたいなこと、いろんなことでそれで言われてる人もいますけど、ね、どうなるんでしょうね本当に。いやいや、まあまあこれはワクチンを待たなきゃ、どうしようもないしね、だからテレビもこうして2年おそらく無観客で、公開番組を楽しみにね、そこのなんかところ所属して、はい、いろんな番組行くのを楽しみにしてる、うん、それだけが生きがいだっていう人もいるんですよ、うん、それが2年も、行けないっていう状況で、でついついこうして、ね、アクリル板やったり、はい、距離を置いたりするのがどんどんこっちも当たり前になってきて、もともとどうやってたっけ、思います本当に思うよ、お前らコンサートはどうしてんの、あのお前ら入れ込んだり、あの要するに立ち位置変えたりとか、はい、あの後ろへ回ったりとかすんのやろ、そうですね、結構フォーメーションとかも、フォーメーションやろ、その近づかないように全員こう距離感を、距離を置いてフォーメーションやってるのか、そうです、今こう向かい合って歌わないようにとか、ね、手とかもちろんつなげないですしとか、不便やよ、めちゃめちゃでもこう触りたくなっちゃうんですよ勢いとかで、あダメだみたいな触ってもええねんけどな、そうなんです、一応気をつけながらやってますね、けどもいや一応、はい、そうせな知らないもんな、はい、だからたまにもこれもバスケットボールなんか見てると、選手同士で喧嘩になったり、はい、相手チームとね、それもう顔と顔をもうくっつけながら、罵り合いするんですよ。プロの選手って、バチコバー、どうのこうのって、英語で、やり取りする。これ、そんな喧嘩のことよりも、コロナ大丈夫かっていう気にさせる、このつまらない、ご時世に。なったもんやな、うん、近くと、いや、ちょっと近いよとか、人にな、はい、近いよとかいうのもあれやし。でも、こういうのってずっとこれから続くんでしょうね。そのソーシャルとかそういうのをずっと保つってことは。まあ、続くと思う。今年いっぱいは、ワクチンが行き届くまでは、こういう形は、取るやろうけどもね、うん。だって店も行くところないからね、もう家で同じもん食べてるんですよ。豆腐とちくわと魚肉ソーセージでビール飲んで。まあいいじゃん、同じもんで。変えたらええやん。いいや、なんかね、もう、ほてあの、カニカマ。カニよりうまいカニカマ。ほんまのカニカマ、すごいですね、今の。カニよりうまいですよ。でも、あのカニカマの精度はみんな感心してるよね。すごいですよ、本当に。はい。それは分からんではないんだけど。その4つを回しながらもう、ビール飲んでるぐらいですね。ああ。だから、いや、正直お前料理作れんねんからやな。はい。なんでもっと作れんの？いや、もう、いや、ちょこちょこ、作って、インスタとか載せたりもしてるんですけど、もう帰ってね、逆に仕事してせんと疲れてるんですよ。逆に仕事してると、そのままアドレナリンが出て元気でできるのに、はい、お前は仕事もな、その辺ブラブラして帰ってきてもね、結構もうやる気しないんですよ。仕事してる方が元気やな、帰ってから。はい、アドレナリンのせいやと思うけどもやな、はい、何もしないと人は疲れるな。そうなんですよ、逆に。逆に、そういうことに、なってるよな、はい。だから、もう俺もね、米買いすぎてて、家でご飯食べなあかんと。ほいで、いつもちゃんと行ってる米屋さんがあるんですよ。はい、もう俺が、疲労にいる頃から、お父さんの代から世話になってる。はい、一途です。偉い。じゃあ、来ないんですね。じゃあ、去年か、久々に、ここやったと思って、疲労めったに行かへんから、行ったら、ここやった思ったら、もう、そのお父さんが亡くなってらっしゃって、息子さんが今、継いでらっしゃるんですよ。うん、そしたら、お父さんから、俺が好きだった米を、覚えていただいてて、さんまさんはこれと聞いてますけどもって言って、それで、
その米を買ってまた行ったり思って、もう閉店してんのに俺がポンポンと叩けば出てきてくれはるから、ならこれはなかったんだその米が、そしたら、いや今からあれします、精米しますんで、ちょっと待っといていただき、これ今3キロしかないんですよこれ、さんまさん10キロですよねっていう、いやそしたらいいです、こっちの方で、秋田のこれなんとかいうやつ、これで、いやそれ合いませんお口、いやいや合います、僕言うたんですか、僕口貧乏ですから味貧乏ですから、もう何食べても米やったら何でもいいですよなんかな、はい、その人は俺はこのあの米しかダメやと思ってるんですね、いやこれはさんまさんの口お口に合いませんので、ちょっとねこれは柔らかいんですよ、ちょっと大きめで、さんまさんこちらの方はお好きですよね、いやお好きはいつもこれなんですけど、僕いろんなもん米食べますから、これでいいです、いやいや待ってください、今から裏へ回って精米してきますから、あります、それこの米あるんですよ、いや本当にって言うてでぬか床のぬかが今少なくなってきてるんで、俺荒っぽいんですね、ぬかをかき混ぜるのが、もう飛び散るんですよ、もうどん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 減るんですよぬかが、ほんで「すいませんぬか、米ぬかぬかありますか?」って、「あります!」って言って、ほんで一つポンと、見えてたから「あこのぬかください、いやいやこれではさんまさんダメです」いやダメじゃないです、これぬかこれでいいんです、いやこれもね今あれ作りたてなんですけどもね、お口に合う、ぬか、いやぬかどこやってらっしゃるんですかとか聞くから、はい今ちょっと去年からちょっとぬかどこ持って、そっからぬか漬けやってるんですよ、はっはー何を入れてらっしゃいますっていう話。いや、もともとあるやつで、で今なんか、鉄分を補強する、ナス瓶みたいな形の鉄入れてるんですけど、それだけではダメですね。わかりました、わかりました。今度作っときます。いや、作っときます。僕はそんなに真剣に、ぬか漬けやってるんじゃないんで、ね、今で十分満足なんで、すいません、結構ですって言ったら、ですみません、この米、いただけますかって言って、次お客さんが入ってきはったんですよ。ほんで、そのお客さんが、俺を買おうとしてる米を、はい、あ、これくださいって普通にね、はい、言うと、いやいやいや、これは、さんまさんの分ですかね。いや、さんまさんの分、いや、他の僕米でもいいんですよ。それじゃ僕、いや、向こうの人も、あ、さんまさん、いや、申し訳ない、さんまさんの米を今、買おうと、いや、僕もこっちでって、いやいや、僕こっちしますからって、米の譲り合いなんて、いや、先にさんまさんが言って、俺の方がちょっと200円ぐらい高かったんですけども、最初に言ったやつが。ほんなら、お金、その人が払わって、要するに俺もお金払ってこっちで、ほんだらもう、どっちがどっちが分からなくならはって。ほんだらもうパニクらはってのな、どっちに5000円札もうて、どっちが1万円札渡したか分からなくなって、あ、今日は、お金いいですって分けるわ。そう取ってください取ってくださいって。いやいや、いつもお世話になってるんで、誰も、パッパに取って。分かんなくなっちゃった。分かんなくなって、もう、米から、もともとのその米がなかったせいで、そんな風になってしまって、だから、で米を、やっぱり、あったら、ご飯作るとき、炊くやんか。はいはい。で、俺は一人暮らしやから、俺2合炊くねんね。おめえ炊くよね、確かに。おめえ何合炊くの僕はそういうの計りでやらないんです。僕はもう袋ごとザーッと入れて。嘘?いや本当、それでもう目分量で大体わかるんです。かっこいい。すごい、かっこいい。いやもう、小学校5年から飯炊いてましたからね。うわ、かわいそう。いや、だからもう大体わかるんですよ。貧しかったんだ。いや、本当に、いや、貧しかったですけどね。もう余るから、冷凍するじゃないの。ご飯、お前らも冷凍してんの。しますね。ご飯、まあ、冷凍して、また、ご飯ぐらい炊きたてうまいから、どんどん増えていくんですよ。冷凍してるやつが。おで、俺今、足痛いねんけど、はい、この間冷凍庫開けたら落ちてきて、痛い痛い痛い。おサバとかもよく落ちんねんけど、今サバいっぱい持てない。その上に、ご飯乗せてるからやな。
ご飯が斜めになってたのか、開けた瞬間、ボタボタってもう、連打。連打もう、ばばば、痛いって言って。確かに。今ちょっと痛いんですね、まだ。こう、膝にも当たって。米騒動。米騒動。もう今、家では一人で大塩平八郎とか、米騒動、起こってるんですよ。まあみんなそういう状態に、なってるわな。家食が多くなって、何歳、8時までやもんな。そうですね。お酒が出ないんでしょ、東京の場合ね。まあ君らはどうせ飲まないやろけども、そうです、大変やわ、まあまあ、仕方がないな、あと十何日、一応この生活で乗り越えましょうか、はい、MBS ヤングタウン明石家さんまです。庄司です。モーニング娘。の21横山玲奈です。佐賀楓です。全略のコーナー、イエイ。というわけで今日はカカカエデちゃんが、はい、炭酸ダメなカカカエデ、はい、飲みません。今 CM 中に私炭酸ダメなんですって、そうです、ね、いきなりのカミングアウト。炭酸もないけどな。炭酸が飲めないんやろ。はいはい。あんま21やからお酒も飲めるけども、はい、それから今流行りのウイスキーを炭酸で割って飲むとか、はいはい、そういうのもできないんだ。そうですね。炭酸が入ってると飲めないですね。何やもう。ワインとか日本酒とか。あ、そうです、ね、炭酸が芋焼酎とかね。俺なんかはワイン、赤ワインを今炭酸で割って飲んでるんで。おー、そうですね。そういうのやってますけども。はい、それでこの間あのナイツの花輪がね、はい、俺がアイスコーヒー好きなんで、うん、なんかものすごい有名な職人コーヒーっていうのがある、うん、それをもらったらやっぱりものすごい美味しくて癖になって、うん、今自分でいつも、粉コーヒーのやつを豆で言ってるんですけど、はい、職人コーヒーっていう名前すごいでしょ、職人コーヒー、職人コーヒー、うん、それがやっぱり飲むと、かなり濃くって美味しいんで、違うんですね、なんかあるな出会いとか、どうしようもこんだけ俺豆凍てるし、米も豆もいっぱい凍てるよ、ね、はい、あの家にいる時間が多いから凍とこ凍とこってなるやんか、なりますね、うん、今サランダップ50メートル3本あんねん、もう150メートル行けない。すごい。すごいね。こう手間をね、バッチラッと言ったあれなかったかな、これなかったかな、と思って、はい、どんどんこう手もうて、もう今だから、もう米もサランラップで巻くねんけど、うん、二重に巻いてるもん、もう。あるか。サランラップあるから。150メートルも。あるからね。ああ、なんで炭酸がダメになったの？あの、昔、隣で姉がコーラを飲んでたんですよ。5歳ぐらいの時。コーラ飲みたい時あるやろ、うん、私がお茶を飲んでたんですね。まだ炭酸見体験。で、中身が見えなくって、私が間違えて姉が飲んでたコーラを飲んじゃったんですよ。それでびっくりしちゃって。コーラのあれ炭酸で、はい。炭酸だって分かって飲んでたら、あ、これが炭酸なんだってなると思うんですけど。いやいや、初めての炭酸やから分かれへんやん、絶対。いやでも、炭酸、だと思って飲んでないんですよ。お茶だと思って飲んだんですよ。うん、覚悟してないんです。炭酸を口に入れるっていう。あの、俺もあの、便中とコーヒー間違って飲んだことあるよ。それの炭酸。え？気がついた。気づかった。ほんまに気づかった。それは気がついた。え？気がついた。ついたわ。だから今喋ってんねん。気がつかなかった。腰痛全部飲み干したんかな。まあ、俺の場合、コーヒーと麺つゆやから、はいはい、あの、どちらも飲み干せるけど、コーヒーやと思って麺つゆ飲んだから、うわーってなってしまった。それと同じですね。なのに、ざるそばの麺つゆはうまいな、美味しいな。間違って飲むと、うわーって。だってもう子供やないねやから、もうわかるやんか。その味覚とか今はね。ね、確かに。もう21やから、炭酸ちょっとずつ飲んだら美味しいで。なんか、試すんですよ、毎回。うん。一応。毎回飲んでみたいなと思って、毎回試すんですけど、毎回同じ反応したんです。うわーってなっちゃって。
もう幼少のトラウマみたいなこと、ね、よかった俺幼少じゃなくって今麺つゆも食べれるしコーヒーも確かに食べれなくなっちゃうちっちゃい頃やったらあの麺つゆダメになったか分からないからそういうのは確かにあるな、うんはい、でもあの今コマーシャルで箱がないから箱ねえぜいう CM 俺やってるんですけど、はい、それをスポンサーさんからいっぱいパスタいただいて、うん、だからパスタというか具材を、はい、でパスタのやつやからやな、うん、パスタもいっぱい買うてんねん今、うん、なんか俺らパスタもいっぱいあんねん今、うん、あれちょっとの量で一人前やよなパスタって、うん、お前ら茹でたことあるか茹でたことないです。うせえお前らパスタ茹でたことやろ。パスタなんでや作ったことない。作ったことない。料理でせえへんすもん。言ってましたやん料理しないって。料理しないしないけど、そういう俺らその箱ねえぜみたいなやつがやな、うん、あったらパスタ茹でるだけやんか。はい。あでもないですね。お家ででも時間も今書いてくれてるし、はい、昔みたいでなんていうのあれ、うん、あのちょっと硬さを測る、はい、なんか言うなかっこええ言葉で、えアルデンテ、アルデンテ。聞いたことある。聞いたことあるよ。聞いたことある。アルデンテ。アルデンテ。うん、あんなもしなくてももう、ちゃんと、そうなんですね、まあ塩入れて、茹でるときに、うんうん。だから、今、パスタと米、冷凍ご飯と、サバだらけなんです。これを当分暮らせます。そう、嬉しい。こちらいただきは島根の一旦木綿から。全力集めこんばんは。こんばんは。先日行われたモーニング娘。歴代メンバーで温泉デートしたいのはというアンケートで、加賀楓さんが、波いる先輩たちを抑え、ぶっちぎり1位に輝きました。はい。2位は、阿部夏美さん。3位は、福村さんでした。6位石川里香、7位道重さゆみ、8位後藤真希など、もうそうそうたる先輩を抑えて、さすが加賀会、あ、加賀温泉協観光大使です、うん。加賀さん自身が一緒に温泉に、旅行に行きたいメンバーは誰ですかということですけども、はい、まあ何はともあれ1位。はい。だから今もね、TBS さんと打ち合わせ中に喋ったんですけど、この間、アニメを実写化し、してほしい作品、うん、アニメを実写化してほしい作品っていうので、うん、鬼滅の刃、呪術回戦を抑えて1位はってあの ヤフーニュース出てたからやな、うん、俺のあこれ東京あれやわ東京リベンジャーズ東京リベンジャーズやってパーッと見たら、なしって書いてあったんで俺はその時に実写化してほしくないアニメはないっていうことだと気づかなくて、今なしっていうアニメ流行ってるんやと思って、そこラジオで検索したのよ。なしで、ほんならもう撮れたやれ、なんたらだもう20世紀だな、食べるなしばっかり出てくる。そうですよね。ほやっとなんかなりの時間だってあ。やってほしくないということかと思って、うん、あれなんですけども、うん、変な、ことで俺は時間をマシってこれぶっちぎりだったの486票とか、あと67票とかなんですよ。すごい、うん、これよっぽどすごいアニメやと思ってそしたらなしは省いて1位鬼滅にすれば、うん、普通そうですよね。普通そうやろな。無回答でええよな、あとは。おぉ、なしが1位やから。でもやっぱアニメはアニメで置いときたいんですかね。みんな、なんかほとんどの答えがそうやった。ね、まあ確かに俺もわからんではない。アニメはアニメで、そうですね、っていうのは、ある、実写化して成功したのも何本か。ルローニン剣心なんか成功やな。そうですね。そうですね。アニメを実写化。舞台感なんかなったりね、いろいろしてますもんね。今もうほとんど、要するに配給とか、はいテニス王子、うん、もうせやよな今舞台 で、 そうです、ね、ワンピースもやっとるしな。そうですね、せやよね、はい、東京リベンジャーズはまだやってないな、そうですねこれからやります。映画やな実写、はい映画、舞台東京リベンジャーズもう5話まで行ってるで、もうじゃないですかお前が言うたから俺固めてみよう思ったのに。嬉しいです。見てしもたの。嬉しいです。お話ししたいですいっぱいもうほんまやわ。あとで握手してみようか。ちょっとしたいです、本当に。本当に行きたい。どっちかが戻れるか分からんからな。俺やり直したいこといっぱいあるからな。さんまさんが
過去行っちゃったら大変ですよね。いや過去現代、現代が。現代、誰が笑わすんだろう。大変。これいちいちのやっぱ嬉しいもんで。嬉しいですね。いや、うん、びっくりしました。はあ。まさか。これはどう、だから、俺ね、昔やけど、もう温泉に行きたい芸能人、何回か1位になってるわ、俺。入らんよ。行ったところで入らんよ、温泉にも。何それですか、行って。俺入らんから、風呂嫌いやから。あ、そっか。こいつら入っとるよ。入らんよ。暑いの、そもそも暑いの無理やから。うん。ほぼ冷水温泉ちゃうねだから冷水もうたんまにね、みんなで、ね、旅行とかよく行ってたんですよ、うん、下田とか、はい、やれ伊豆とか、もちろん川名とかね、そこはもうものすごい、別にポンと一戸建ての、要するに別荘地やね別荘地みたいなのを貸してある、はいそこは露天風呂露天風呂が大きいのがあって、うん、そこで入るんですけども、はい何がええのかもう未だにわからないんですよ、露天風呂の海が見えるんですよ目の前めちゃめちゃいいじゃん、うん、え最高です、ね、いやそんなより部屋帰ってみんなと喋った方が楽しいやんあ露天風呂っていうかあの番組でむっちゃ怒られたことあったわ何いやあの結構高価な温泉の あの表にあの鯉が泳いでるところ露天風呂やって入ってから笑わそう思ってどれぐらい怒られてマジでお前、ほんまあかんで、お前。鶴瓶兄さん、それで、テレビ局、出入り禁止になってるからな。あの、ほら、テレビ東京の前の噴水に行けやる恋が、社長大臣してる恋やってな。あ、そうなんですか。それ、ギャグで入ったら、踏み潰してしもて。ほんま、それで、あんなもん出すな、言うて、偉い昔の社長さんは。それは大事にしてる恋はあかんもんね。普通、でも逃げるやろ人が足を痛めたら、どんくさいもん。いや、慣れてたんちゃいますかなんか、餌やったりとか絶対。人に慣れてやん。手叩いたらすぐ寄ってきたり。指なんかつけても指パクパク食べるのがいて、ばいてますからね。新宿御苑なんかの、恋はせやな。もう口バカバカかかって、メイクさんが恋の顎を撫でてたよし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 よ誰と温泉に行きたい、うん、そうですね。あのメンバーになっちゃいますけど、前々から結構石田さんと行きたいなって。あ、石田と、はい、なんで他のメンバーより石田行きたいの？いや、みんなで行きたいですけど、うん、石田さんは特になんかそういう温泉とかっていうのを心から楽しんでくれそうだなと思って。あ、そうかそうか、はい。あいつはそういうの堪能するタイプなのか。そうですね。好きそうなものが結構たくさんあったりするので。うん、石田と行きたい。はい、横山温泉誰と行きたい？温泉は、うん、もうすごい仲いい子じゃないと無理です、ね。ああ、まあまあ裸を見せるというのもあるやろうし。そうですね。なんかこうやっぱ温泉ってこう沈黙でやっぱり入れないので私も。なんかこう、うん、何かをこうおしゃべりしながら楽しくないと私もあの熱いのが苦手なので長時間入ってられないんですよ。だから長時間入って休んで入って休んでする人いるよな。そうな、もう信じられへんな。俺たちからすると。そうなんです。俺もバーって入ってわーとか思ってもうシャワー浴びて。そうなんですよ、部屋で待ってるわーってよう言ってるわ。一瞬でいいんですよね。一瞬で。だからこう楽しい。うん、そういうのは確かにあるな。うん、温泉で愛を育んだことはあんまりないな俺。だからこういうランキングとかこういう投票とか、はい、今も TBS さんで相談したいタレントどうのこうのって俺絶対入ってなかったんです昔は、はい、相談したくないタレントでは1位だったんですぶっちぎってどっかの雑誌では殿堂入りしたぐらいなんですよ、うん、それだけ俺は人に信頼がなかったんですけども、悩みを相談するベスト10にさまざま最近入ってやっぱり若いディレクターはサマズ入って当然ですよね。
ってやねんけど、古いディレクターたちは、さんまさん10位までに入ってますよって、あの、いや、驚いとんねん。あの、ネーミーを相談したタレントのベスト10に俺が入るわけがないと思って、古い人らは、そう思ってんねんけど、最近入ってんねんて、俺が。結構入るでしょうね、いろんな部分に。さんまさんなんかは。でも、相談。葬式に来てほしくない芸能人。静かな高級バーに来てほしくない芸能人トップス葬式はお前らのせいやからな。いやお前がそう言ってるだけや。いや悲しいで悲しいことには来てほしくない人やと。いやそれはもう俺も行きたくないけどもな。葬式は極力行きたくない。そうです、なんか悲しいこと何を言うていいのかわからないからね。そうそう、俺昔あの打ち上げも行きたくなかって、うん、なぜ打ち上げってね、別れるために集まるやんか、うん、なんで別れるために集まって酒飲まなきゃいけないんだとか思った若かりし頃はありますけど、うん、今はまあ打ち上げ大好き芸人になってますけど関係ない打ち上げでも行くぐらいそうかないか打ち上げみたいな田中探してくれそれは遅れさんやそれ関係ない忘年会行って一人ずつ挨拶させられて勝手に鍋つついとって関係ないよその会社の忘年会な鍋やって鍋つついとってん勝手に、そしたらおふれさんが友達がいてて、あ鍋食えますから兄さん来なはれ言うて、その会社員の人がおふれさんを隅っこで食べさせたら、今年は一人ずつちょっと皆さん会社について、思いを、発表してもらいますやばい順番で遅れさんうつむいたままご飯食べて関係ない会社の忘年会に参加するからこんなことになるんだよ。いろいろあるもんやわ。さあ続きまして田中を田中から全力のこんばんは。こんばんは。横山さんと加賀さんはモーニング娘。の同期ですが、うん、お二人はそっけなかったりお互いに張り合うライバルのように見えたり、時には二人のやりとりが漫才のように見えるほど、ファンの間では歴代モーニング娘。にはないタイプの名コンビと言われています。この機会にお互いをどのように思っているか語り合っていただけないでしょうか、よろしく。要するに、ま、掛け合いの漫才をするのか、漫才みたいなことは。なんか無意識なんですよ私たちは。かっこいい違う違う、かっこいい。ちょっと無意識で真ん中になっちゃうんですよ。うわ、ほんま、工場委員会来るんちゃうお前。お前。ミニは行きたいですけど。天竺ネズミの後お前ちゃう。おい、自然と笑い取っちゃうんですよ。どういうことなの？自然と笑い取っちゃう。笑ってるのは私たちだけなんですよ。こう笑わせるつもりも全くなくて、ただ単に楽しんでるだけなんですよ。普通の会話を。お客さんは笑ってないしな。でもこっちは見事な掛け合いとか言うてるやないか、名コンビ。ファンの方とかは、多分こう、なんか13期って結構こう、正反対なキャラクターをしてるみたいなイメージを、ファンの方から持たれてて。あ、最初に書いてあったように。そうなんです。あ、もうイメージ的に。イメージ的に。合わないんじゃないかと思われたりして。なんか加入当時とかは結構なんか、可愛い系とかっこいい系みたいな感じのイメージとかを持たれてて、正反対だよね、みたいな感じで言われてたので、そういうイメージを持たれてる分、結構こう仲良く話してる姿とかを見ると結構嬉しいみたいな、ファンの方が。あ、それで多分微笑ましく見てくださってるだけなの。なるほど。例えばどういう掛け合いをするんですか。どういう掛け合い。二人でゲラゲラ。いやでも本当に記憶ないぐらい無意識、くだらない話しかしてない。そうなんですよ。何のお前らそうくだらん話をする余裕ステージでよくあるな。いやな、いつの話なんですかね。でもなんか本当に、うん、どういう話、例えば歌のどうもありがとうございましたって曲あるよね、はい、楓ちゃんあのさとかいうの入んやろ、要するに。あ、そうですね、 MC とかでは、うん、あでも MC とかでは全然二人で喋ったりとかはしなくて、うん、あのラジオとか、あ、多分そういうことですかね。あ、そういうことか。ラジオとかで話してる時とかに、うん、結構なんか騒ぎ始めたりとかすると喜んでくださるって感じ。あ、喜んで、喜んでくださる。そう、お前はどう思ってんねん、その、横山のことは。え、いいツッコミするなと思います。え、いいツッコミするなと思います。うまいの。ね、うまいですよ。うまいですよ。
本当に違います。ツッコミしはるんだ。だからどんな時に、どんな、まあ、お笑い研究してるからな。あ、そうですね。好きだからやっぱ。好きだから、ツッコミしよる。自然と出てきちゃう。うわ、違います。違います。こわ。真似とかしてるだけです。結構こう、あの、ぺこぱの松陰寺さんの真似したりとか、そういう、結構真似をするだけなんです。ど素人やな。あの、学んだこと全部そのまま出したくなっちゃうね、途中すぐ。だから、時を戻そうとかやろ、松陰寺やったら。結構すぐ言ったりします、ね。お前すぐ言うの悪くないだろうとかすぐ言っちゃうんです。でも全部人のなんで、あんまり、あんまり言わないだけなんで。何やそれ。言いたくない。だから、ほんまの素人さんで、要するに今流行りのギャグとかを、はい、やってるんだ。はい、すぐ言っちゃいますね。そう、時を戻そう、悪くないだろうとか。すぐ言っちゃいます。あの、あれは、お前の好きな四千頭身は、どういうのがあるの、はい、四千頭身さんだと、この漫才の中にある、コントの中にを、はい、のは、前半に畳みかけるなとか、なんかそういう。あ、前半に畳みかけるなって言うの、ね、はい、っていう、ツッコミ、後藤さんのツッコミが結構有名で、あー、そうです。それは一度もまだ使えたことないんですよ。すっごい使いたいんですけど。前半に畳みかけ。誰も前半に畳みかけない。前半に畳みかけないから、使えないんですよ。いつの どこでも。使ったことなくて。あ、そういうネタ作りやっとんのか。そうなんですよ。どんどんボケ。一番最初にもババーって。バーッとボケて、前半に畳みかけるな。前半に畳みかけるなっていう、大好きな。あ、大好きなの。はい。使ったことないです。あなたはどういうフレーズが好きなの、楓ちゃんは。どういうフレーズが好き。もう今の若手でもええし昔の、私は誰か好きな芸人さんとかいてるの。ああ、そうです。私お前あんまり言わへんな、芸人さんの話。そうですね、あんまりその漫才とかを見なくって、アニメばっかりになっちゃってる。あんまり見ないんですけど、バカリズムさんが結構好きですね、私。バカリズム、あ、そうかそうか、バカリズムさんは、でも、持ちギャグとかないもんな、あいつらは。ギャグないやろ、バカリズムは。そうですね、なんか、一発ギャグみたいなのはない。ないよね。その流行ったフレーズとかも、バカリズムは、そういう芸風じゃないからな。そうですね。うん。だから、ドゥーンとか好きとか、何を言うっていうのが好きとか、あるいはいろいろ。あ、私ないですね。ないでしょうね、今本人の前で言ったの。庄司さんとも言わず。だからお笑いとかって話に何を見てるもんだろう。アニメやろ。アニメですね。アニメだけな。アニメとゲーム実況みたいな感じ。あ、そういうことか。はあ、あ、今流行りのゲーム実況。見てますね。はあ、はあ、誰の見てんねん。私は、今、花江夏樹さんっていう声優さんが。よ、花江、あれやろ、そうです。炭治郎やろ、はい。そうです。炭治郎さんもやってんのあれ、炭治郎さんも。炭治郎さん。めちゃめちゃ面白いんですよ。あ、ゲーム実況。花江くんがやってるやつは。はい。いや、末広がりずが吉本では有名やってるけど。はい、面白いです。はあ、みんなあんなことやってるんだ。そうですね。ゲーム機。はい。解説やろ、そうですね。喋りながら。自分やってんの、しまったとか言うてんの。言ってますね。そうです、そうです。声優さんの、あの、お友達さんとか、小野賢章さんとか。小野賢章さん。うん。とかと一緒に。一緒に。はぁ、はい、アメングループなのか。よく、YouTube 出てますね。はぁ、そうか、そうか。そういうのを見るのか。はい、それはゲーム、うまか、方がええのか。テクニックとか説明してもらえるの？あ、花江さんの場合は、あの、テクニックというよりも、もう、喋ってる瞬間がもう面白いっていう感じですね。え、何が？え、どう、なんて言ったらいいんだろう？なんか失敗でさえもなんかこう、騒いだりとかして、それだけで面白いんですよね、花江さんって。失敗、あ、今、やられたーとか言う。そうです。こう、下手っぴなのさえも、なんかこう、面白く見えるみたいな。はあ、それを炭治郎の声でやってんの？いや、もう普通に花江さんがやってるって感じなんですけど。ああ、俺がインタビュー、さんまのまんまで、聞いた声の花江さんやな、おそらく。だから、今回俺のアニメもやってくれてますけども、はい、炭治郎ではない、普段の花江さんではない、二宮という役を、はいはい、ものすごくかっこよくやってくれてる。はい、あ、そうか。お前ら不安やから、その、見たいのが花江さんの。花江さんも下野さんもすっごい楽しみ。あ、
あもう下野くんはすごいよ、花井さんもすごいけども、いやいや二人ともものすごい、研究して勉強してきてくれたのに俺はもう感動してる。すごい。だからもう、だから、トカゲやってくれてんけども、トカゲなんかでもかなり何パターンも研究して下野くんやってくれてんのがもうちょっと驚いた。楽しい。トカゲの声をね、最後これは2枚目でお風がいいんですかって言うから、はい、あすいませんが下野くんにね、はい、そこは花江さんの感じでって言ったら大え花江くんの感じでこうやるんですかそうしたら花江くんがやればいいじゃないですかっていうのでゲラゲラ笑っていましたけど、想像できる。そうか、二人ともやっぱそんな人気あんのか。そうですね。俺も軽く引き受けていただいたんで、やっていただきましたけども、あ、そう、前からしてもすごいの。いや、すごいですね。すごいですね。正直、俺らでゲーム解説しようか。見た。桃鉄でいい。でもゲームをやるだけ。俺、桃鉄も。桃鉄でいい。俺、宇都宮までで5億の借金あんて。今も全然思んなかったよ。あれも全然思んなかったゲーム解説ってそんなにあれな面白いんですか。やっぱりゲームやってる人は面白いねんで、だからもともとだから末広がりずも古い言葉で解説するっていうのが有名になってんもんな、はい、そうですね。それで当たっていっぱいやってんのか、ゲーム解説は。いろんなゲームをやったりとか。おだからいろんな芸能人がやってるのか。あやってます、いろんな芸能人が。それこそ狩野英孝さんとか。カノエイコーさん、カノエイコーもやってんのか。はい、いろんな方が、ゆせとしさんもやってますし。あ、要するに YouTube。 はい、 YouTube の中でゲーム実況っていうコーナーを作ってやったりとかしてます。ははあ、そこへみんな行ってんのか。ちょっと研究してみるわ。何のゲームがええね今やったら。今だと、うん、今だとモンスターハンターとかですかね。あ、モンハンですか。モンハンですね。はあ、もう、モンハンか。あ、うん、危ない。俺生まれた時は、モンコハンがあったぐらいのつかみでええねんな。それはもう、モンハンとかやったら、チンギスハンの話して、チンギスハン、モンハンからチンギスハンって、田中ハンがモンゴル行ったら偉い、すごい偉い人や思って、神座に座られたら、田中ハンって呼んでるから、大阪で。これほんまやねん。これほんまや。俺らが、マネージャーの、モンゴル行ってね、はい、番組で。ほんで、俺、田中、みんなが田中、大阪弁でみんなが、スタッフも田中って言ったら、モンゴルの人が、ハーンがついてるか、チンギスハーンのハーン。田中って大阪のおっさんが呼ばれる田中とかいう、ハーンがついてるか、あの人が一番偉い人や思って、神座に座らされて。接待をものすごくお酒とかついて、なんかみんなお礼してるから、なんでやって言うて、田中藩や言うて。この呼び名が、あいつを偉くさせてしまった。って、これほんまの話だね。冗談でも何でもなく。そうか、ゲーム実況か。モンスターハンターだ。モンスターハンターだ。やられたうげーとか言って。それはあれか、痛い声なもやってもいいのか、殴られたとか、わとか。あ、全然もう何でももう。うん、ギャー助けてよ、くんなましいとか。全然もう何でも OK です。面白い。その絵に対しての言葉を入れていったらいいわけな。そうです。もう普通にそのゲームしてる時に思ってることとかをそのまま口に出してもらえれば、それが面白い。要なんかカンカンってからこうなんか、決闘なんかしてるやん。はい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 、ああいうのところに入れていくの。そうです。いきなりこぼれたとか。もう何でも大丈夫。でもこの間、バービーに結婚祝い渡して、はい、そのお祝い返しに、アダム徳永のスローセックスいう DVD いただいて、これは面白い。笑っても、あ、ごめんなさい。あんまり乗る話じゃなかった。終わります。ヤムス褒めてま川柳褒め短歌のコーナー、イエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はい、まずは島根県の島根の一旦もめんさんからです。
置き去りにされて悲しい帰り道。何が？これは、13期の加賀楓ちゃんと一緒に、二人での仕事があったんですよ。うん、で、まあ、その、まあ、生配信だったんですけど、うん、その生配信が終わった後に、まあ、こう、普通だったら、こう、一緒に帰る。ああ、もう一緒に二人やったしね。はい。二人しかいなかったので、まあ、一緒に帰るつもりで、まあ、準備とかもしてて、うん、でもこう、私だけちょっと準備が遅れてしまったんですよ。うん、で、まあ、ちょっと待っててって言って、こう、別室の方に行ってる間に、勝手に帰っちゃって、一人で。はあ、よく本当嫌いやねんな。いや、そんなのが絶対待つよ。待っててって言うてんねやろ。待っててねって言うたら、もう帰ろう帰ろうって書いてんの。ちょっと待っててみたいな感じで私は、その言ってて、で、私がその崖戻った頃には、まあ、何もなくて、バックとかもなくて、あれって思って。で、っていうのをこう私が公式インスタグラムの方に載っけたんですよ。なんで勝手に書いたのっていう動画を全世界に広めようと思ってインスタグラムに載せたんですよ。そしたらいたんですよ、楽屋に。ずっと隠れてちゃんと。そう、ずっと隠れてて楽屋に。それが遊びをしたのか、はい、隠れるっていう、はい、遊びをしてて、でも私は本当に気づかなくて、もうガチギレしててずっと。いないなって叫んで泣き込めたんですけど、ずっと騒いでて。それ出てきてあげたの？出てきたんですけど、その、私がその、なんで帰ったのっていう動画をインスタグラムに載せたっきり、何も言ってないので、本当に帰った人みたいになっちゃってて、ファンの方の間では、ちょっと申し訳ないなって。そのドッキリの動画を私隠れて撮ってたんですけど、そう、あげようと思ったんですよ。横山のそれがあった後に、ちゃんと結果こうでしたっていうのを上げようと思ったんですけど、動画の編集がちょっとめんどくさくって。めんどくさいけどやっとるな、みな。すごいです、本当に。いや、一般の人が、なあ、字を入れたり、スーパー入れたりしてるもんな。はい、編集してやろ。そうなんですよ。で、その編集するのが楽しいんやろ。なんかそうみたいですね。好きな人もいますね。そうですね。なあ、はあ、これは、すごいよな。もう自分が主役で自分の、タイミングで編集して、テレビみたいなことを自分で作れんねんもんな。そうですね。自分が好きなように。そういうことやよな。はい、まあ、俺は今、ゲームの解説。やろうとしてた。モンスターハンター。もうモンスターハンター。俺と庄司とジミーで。そしたら私も通信したいですか。わーおとか言うてる。絶対面白い。さあ、続いて。はい、島根県の島根の一旦ムーメンさんからです。弟と高校生活語り合う。はあ、でももう、懐かしい。ぐらいになってきてるやろ。そうですね、もう5年前とかですね。あ、そうか。高校1年生はもう俺はもう高校時代はやっぱり懐かしくて元気だったなっていう、はい、思います。もう本当になんか、羨ましい。まあ高校生漫画が流行るのは分からんではないわ。はい、あ、自分もこの頃やっぱりあの時は仕事もしてない、うん、ね、将来に向けて夢いっぱいの時代やからやっぱり楽しいよな。はい、うん、そうですね。責任、会社、仕事を就職すると責任も出てくるから、うん、あの時そう責任もないもんな。はい、うん、楽しいよ。すっごい楽しかったなと思って。今弟が高校1年生になったばっかなんですよ。でこうなんか数学の宿題がとか言ってるのを見て、私もこう中学生時代とかのこう写真を見返しながら、こう見返すの、はい、運動会とか思い出したりとかして、うん、あ、楽しかったなとか思って、すごい、やっぱ運動会とか合唱コンクールとかすごい楽しかったなって。お前アホやってんな。いや、私めっちゃ楽しかった。ほんまに、それで運動会楽しいの。俺ら運動会しか見せ場なかったからね。俺は運動会と文化祭しか見せ場が、ないから、そこにもうものすごい焦点当てて生きてたな。ほんでも俺の場合も毎日が明日どうして笑わそうとか、明日クラスどうしてあげようとか、そういうのを考えながら学校行ってたのは覚えてるな。ああ、いやいや。懐かしい。お前、高校自分には出会ってたら、俺とね、横山が。俺またどうなってるか分からへんで。そういうことやろ。そうですね。お前、ひょっとしたら、あれは惚れてるか分からへんよ、高校生で。でも、本当に分かんないですもんね。全然分からへん。いや、高校の俺、おすすめよ。おすすめ
いや、高校の俺すごいね。そうなんですか。おお、爽やかで。おお、サッカーできてて。面白くて。面白くて。だから、高2、高3とあれやから、文化、体育館借り切って、独演会やからね。それは確かにすごい魅力が。魅力あるやろ。ほんで、パッと一方サッカーやると、なかなかうまいやないかいっていうクラスやから。確かに、運動できるは結構ポイント高いですね。ポイント高い、ポイント高い。ポイント高いですね。ちょっと不良やしやな。東京リベンジャーのタイムリープしたい。東京リベンジャーのかっこよくなかったけど。まあ、庄司がいつもように、黄色い軍手して長くされて、傘持って登校してましたからね。あの、真夏なのに。ほんで、それが、お母さんが泣いたというね。かっこよくときに。周りの人が近寄るなよって。あれには。自信はなくなってきた。確かに、うん。かっこいいがいいんでしょ。かっこいいがいいですね、確かに。本人はかっこいいと思って、うん、長靴に黄色の軍手に傘持って、もうものすごい晴天なのに。お母さんが泣いたって。あれはちょっとショックだったね。そうですね。やっぱ高校時代に戻れるもんなら戻りたいけど、ね、戻って、このまま65歳まで来れるかっていう保証がなかったら、逆に怖いな。確かに、ね、楽しいやろけどな。さあ続いて、はい、神戸市のブラックデビルダベさんからです。コンサートセリフパートをど忘れし、間違えましたと言っちゃいました。あ、堂々と言うたん。根性あるなあの本当に今時の子やな。なんか今回のあのコンサートの福岡公演で、こう毎回こう一曲の中にこうセリフパートっていうのがあって、それをこう毎回回替わりでメンバーがやってるんですよ。で、たまたま福岡公演が、まあ、横山のパートで、こう毎回そのセリフ、言うパートは決められてて、はい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 、でも毎公演違うセリフなんですよ。あ、その日に決まるの？はい。その日にこう決めてくださる方がいて。要するに博多弁を使ったり、博多っぽいことを言ったりとかいうことで、ね。そうですね。ご当地のことを言ったりとかするんですけど、たまたま私の時のセリフがめちゃめちゃ難しくて。なんでや？なんか DNA を、こうなんか詳しく話しますみたいな、急に。で、こう、デオキシリボ核酸とは、ヌクレオチドから構成されるポリヌクレオチドである核酸ですからっていうセリフだったんですよ、私。思い出せるはずがなくて。いや、あの、しかも私1公演目だったんですけど、2公演目の子は、博多弁で、みんな感謝しとうよ、だったんですよ。なのに私だけ、なんか、デオキシリボ核酸とは、みたいな。もうスタッフの狙いやろ、そんなの。そうなんですよ。完全狙ってて。そうか、そうか、そうか。で、私も覚えれなくて、ペンで書いたんですよ。書いて出たのに、ステージ立った瞬間、その字が読めなくなって。あ、コウメ太夫みたいに。工場委員会のコウメ太夫みたいに。書いたの全部、あ、それ流れちゃって。メイク道具で書いたんですけど。書いてるやつ数少ないわ、ほんま。ジミーも書いてるし。ジミーさんも。あ、ジミーは書かな。安心できない。あでも、人より汗かくから、あいつ手のひらに書けるから、もう汗全部消えて、両手見とるんでさ、もう消えてるから。ほんで、そう、お前いらん言うて、言うねんけど、お前な、汗かくから、この間も小梅太夫さん、工場委員会来た時、もう消えてんのに、で震えてあるから、もうみん、もうか、消えてんのに、見ようとする。ほんで、あげくのあてには、お前、紙だと思って食べたら、バランスボールだった、畜生って、どんな、ほんな、そうしたら、なんでもええやないかい。でも、あの、こだわ、本人には、こだわりが。そうですね。うん。ボケの人って、そのこだわりがあるんですよ。だから、庄司なんかでも、なんか、おいどん、牛丼、西郷丼って、この順番変えたらあかんのですって。なんでもええやんか。そうだ、確かに。どんだったら、ね。どんだったら。あかんねん。あかんねんな。うん。おいどん、牛丼、西郷丼じゃないとあかんねん。この並びしかあかんねん。ええー、もう決まってるんですね。そうそうそう。それ、だから、ハッピーニューイヤーン、バカンス娘たちよっていう、うん、まあ、受けたこともないんですけど、本人もネタやって言ってるんですけど、バカンス娘たちよって複数形なんです。ああ、もうそこ絶対。うん、イヤーン、バカンス娘で終わったら方が綺麗んですけど、たちよって
入れるんです。入れるんですよ。だから俺は岩をフットボールアワーのね、はい、後藤が、俺は気づかなかったんですけど、後藤が感心してくれてたのは、お辞儀せえっていうネタあるじゃないと、あ、ちょっと頭の薄い人に。はい、それで、お辞儀せえと言うたらみんなハゲてるやないかやねんけど、俺はハゲとるだけかいって言うらしいんですよ。それは本人も気づいてなかったんですよ。それ後藤にさんまさんは欲張りで、岩を頭下げてハゲとるやないかいと他の人は言うけど、お前ハゲとるだけかいってもう一つ求めはるんですよって言われた時に、あ、そうかと思って、俺は多分他の人と違うことを言いたくって、そうやったと思うんですけども、ハゲ取るだけやないかいっていうのを後藤が傷ついてくれた。気づいてくれた。すごい。気づいてくれて、あ、なるほど。人それぞれのこだわりの言葉があるんですよね。だからこの間、ホリケンがゴルフ練習場行って会ったら、ずっと、スイング教えてくれやと思ったら、この間、ナスビの格好して、油で揚げないでねって、あれ、手はどうでしたっけ言うて。そこ教えてたんです。あの後ろに手回したらあかんね、可愛くこう開かなあかんね。はあ、なるほど。油で揚げない。いや、じゃあ、ホリケン違うって。ゴルフの練習せんとずっと、油で揚げないでね、の練習に付き合わされたんです。こだわりがやっぱある。ホリケンはもうすぐあん。すごい。特にあいつの俺に対して、中学校、高校から見てる俺のギャグ、受けたギャグとか、当たったキャラクター絶対言わない。お前はこう滑っとったやないかっていうところがホリケン大好きなんです。あだからちょっと滑ってるっていう、ほんで自分の好みがあるみたいでね、不思議なもんで、これは不思議なもんやな。さあ続いて。はい、続いて私、加賀です。東京都のひなまるさんからです。横山に貸したアニメが戻りません。ああ、そんなやつおるわ。前も言うてんかったか？言ってましたかね。あ、こいつかいね。前も言うとったぞ。それはまああれやな、ティームナックスの大泉くんやな。大泉くん返さないんで、メンバーのアニメの漫画本とか、ナイナイとかを全部家にあって、それが今やもう貸して十何年経つのに、もう貴重な漫画らしいねんけど。それをお父さんが今ね、夜間置きにしてらっしゃった。そうです。偉いメンバー怒ってた。それは、それはすごいですね。そういうことしとるで、こいつ。そうですね。しないんです。何返したの？お前、なんで？アニメです。トラドラっていう、私が大好きで。トラドラっていう。トラドラ。はい。アニメで、前回。何ちゃうか。あるのか。あります。ちゃんと持ってきたらええやないか。いや、まだ見てないんですよ。なんでや。いつ返したん？もう今年入るか去年終わりぐらいです。1年くらい前なんですけど、忙しくて、やっぱこう忙しいって他のアニメよう見とるやん。他のアニメ見るのに忙しい。 YouTube で4000同人ばっかり見てるから。いや、それは本当に生きがいなんですよ。いや、生きがいちゃう。それを一回休んで見たらええ人からおすすめのやつは、そうなんです。俺真っ先に見るで。だからもうもらったもんとか借りたもんとか、ね、これ見てくださいっていうのは大体俺真っ先に見るよ。失礼やから、わざわざ。確かにそうなんですけど、やっぱこう同期っていうのもあって、まだ一緒にいるからなとか思っちゃうんですよ。だから俺この間、その先も言って、バービーが結婚祝いの返しに、はいはい、ねえ、アダム、徳永さんの、DVD 真っ先に見たよ。あんたは見るて。あんたはそっち系は見るて絶対。じゃそっち系は後回しできないもんね。できないじゃん。もう玄関上がった時もう破ったんちゃうん、すぐ。靴脱げる脱げへんぐらいのところにバリバリって破って。人知れず詰めてな。詰めてやん、DVD のところ。うわあ、違う。みんなあかんなと思って、わざわざ。これは早く見ろよっていうことやと思うね。うん、さんまさんが見てから何か得られるんじゃないかというので、バービーが持ってきてくれてんけども。はい。それは見なあかんわな。そうですね、もう、はい、映画それ。いや、12話分くらいの、あ、もっとか。2クール分のアニメですね。ああ、なるほど。はい。それはもう、ちょっと、いや、YouTube で。もういいねって返した方がええやん。そうそう。そう誰かまた返してほしい人もいてるし。いてるし。こいつもまた見たいし。そうですね。気に入ったもんで何回も見たいからね。はい、そうですね。うん。わからんではない。さあ、続いて。はい、東京都の宮礼さんからです。
中身がないカレーパン買ってショックです。カレー入ってなかった。カレーパン買ったんですけど、なんか空洞で。なんで忘れてた。入れ忘れてたよな。多分入れ忘れてた。僕工場とな。嘘やん、そんなことあるかと思うじゃないですか。いや嘘やろ。いやいや、あるあるある。ありますの。たまになんか抜けてるとあるよな。はい、半分ぐらい食べ進めても出てこないから、割ったら全然何も入ってなくて。はあ、そういうミスば。それはもう店に言わなかった。言わなかったです。変えてくれるけどな。もう行かないでおこうかなっていうくらいですね。いや、それ持って行った方がね。ママがくれやるけどもな、うん、でもわからんではないわ。そんなわざわざカレーパンでこれ入ってなかったやんって。そうですね。おー、それはちょっと恥ずかしいか。はい、ショックですね。はい。だから、当時もそう言ってますけど、こいつよく本当の店で使う手なんですよ。要するに、突き出しとかいっぱい出てくるでしょ。それ、なや、これ入ってなかったよって言うようなんです、店の人に。え、ほんでもう一杯もらえようんです。すいませんって言って、なんか知らんけど。よう言うとるよ、こいつ。まあ、入っとっても言うよ。量がちょっと少なくなってないねって。で、これは、行ったゴルフ場で、はい、うん、なんか1年半ぶりに行ってんけど、うん。前来た時のコーヒーまだ残してないって。すいません、捨てちゃいました。もう置いてくれてる思ってたのホットコーヒー。そんなん言うてたら、ちょこちょこくれるよ。ちょこちょこくれる。こいつらな、らっきょう大好きやな、狭間寛平、村上庄司って。らっきょうが、カレー食べたら、俺らのテーブルの上に山になってるらっきょう届くんですよ。らっきょうばっかり食べてるほら。僕も好きでね。あ、美味しいです。寛平さんとらっきょう取り合い。結構多めにくれてんだよ。それも全部もう、スプーンで流して。カレーよりらっきょうのを食べる。お前らっきょう頼めよ。確かに。うん。らっきょうって言うたらカレーついてくんちゃうかよ。確かに。するぐらいらっきょう食べるんです。なんか、らっきょうに恨みあんのかいうぐらい。俺はどうも子供の赤ちゃんのチンチン食べてるようなイメージで、らっきょうダメなんですよ。コリコリって赤ちゃんのチンチンみたいじゃない？らっきょうって。え？お前ら赤ちゃんのチンチン見たことあるやろ？いや、ないです。あるやろ？ないの。え？お前らチンチン見たことないの？いや、どんな話？チンチンって。ちょやっけ。お客さん次の駅で降りてくださいね。はーい。降りまーす。どうもすいませんでした。さあ、続いて。はい。島根県、島根の一旦もめんさんです。驚いた。私のことをタカさんが応援してると言ってくれたよ。ガダルカナル？加藤？あと石橋高木さんです。あ、そう。高さん、ようさんおるぞ。俺らの周りにも。高さんはガダルガダルのに使うな。そうそう。だ石橋やろ。はい、石橋高木やから。はい、あれ、高っていうか、そうかそうか。そうです、高高年の高もおるしな。そうそうそう。お笑い結構高多いね。そうですね。まあもう、加藤高は、AV 界のね、俳優さんですから、なんで2番目に出てきてしまうてんやろって。自分も後悔してますけど。そっちで覚えてるから。石橋が、要するに、はい、応援してくれてんの。フォローしてくれてんのか。番組で共演させていただいた時に、なるほど、スタイリストさんが、私のお世話になってたスタイリストさんが、石橋さんのスタイリストさんやられてるって言って、私の話をしてくださってたらしくて。ああ、なるほど、なるほど。はい、あ、そういうつながりも、はい、あんねんな、はい、これは。だからも今 YouTube 頑張っとんだやろ、うん、すごいですよね、そういうことやろな、うん、はあ、すごいな、モンハンかモンハン楽しみさ、その前にモンハン買わなあかん、ね、確かに。じゃ最後の人あげましょうか、はい、はい、島根の一旦もめさん、はい、メンバーのサイン式紙を差し上げます。ここで一曲聴いてください。映画漁港のニッコちゃんの主題歌となっています。稲垣くるみさんでイメージの歌。ヤンタンマップ表達、あなたの心のポイント採点、イエイ。あなたの最近の何気ない行動を心だけは会社の重役クラスのさんまさんが判定します。はい、
まずは神奈川県のタナシンさんからです。僕は高校生の時からさんまさんのファンで、毎回さんまさんの出るラジオ、テレビ等は欠かさず聞いて見ています。おかげで高校の時、人見知りでおとなしかった僕が、久しぶりに高校の友達に会ったら、うるさいと言われるまで喋れるようになりました。さんまさん、僕を変えてくれてありがとうございます。うるさいわかんねえよね。うるさいわかんねえの怒られてるよ。お前おもろいなわいけどね。確かにそうですね。俺が北の国からねテレビ出演した時ね、田中邦衛さんにうるせえんだよってテレビ出演うるせえんだよ。あれはショックやったわ。これはまあ50点ですね。はい、最初ですからね。ということで、はい、続きまして、大阪府の桜のつぼみさんからです。小袋の黒田さんの不倫報道で、ウェディングソングの名曲、とわにともにがタブーになりそうです。そうか。陣内さんが最初の結婚式で自ら歌って縁起悪いと言われていたのが、やっとほとぼり冷めたと思っていたら、まさかの本人が、さんまさん、LINE のやりとりには気をつけてください。ああ、そうかそうか。そういう歌手の人はそういう影響があるのか。そうですね。中には小袋とやね、今玉袋とか呼んでる人がいますからね。いやいや、そういうことしたんでね。金玉袋のことなんですけども。いやいや、わからないふりしたから。お客さん、二つ目の駅で降りてもらいましょうか。はぁ。降りまーす。僕乗ってちゃダメですよね。この電車乗ってたらダメですよね。運でないな、お前も。まあね、いろいろな影響が出んのかな、かわいそうに。ですもんね。なあ。これはもうちょっとね、あれなんで、32点ぐらいにしてみましょうかね。32点。はい。LINE でバレた。LINE のやり取りを。女性が提出したのか。はい。ポストかなんかに入れたみたいです。嘘、はい。うわぁ。俺も LINE 気ぃつけようないわ、もう、ね。もうあかんわ、好きとかすぐ言ってしまう。もう遅い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 ねや。うん、俺のお前ドラマの名前全員言ってたら大丈夫みたいですよ。え、全員に好きって、あの、全部、全員に全部、全員に好きって返してたら大丈夫みたいですよ。あ、確かに。もうそういう、あの、人らしいかなって。あ、そうだね。俺は大丈夫やけど、出すのは個人が出しちゃうんだからな。そうですね。ね、全員って誰も知らんもんな。そうですね、一人だけ。うわぁ、まあ、まあまあ、人生いろいろあるやろ、黒田君も頑張ってほしい。さあ続いて、はい、大阪府のココイロさんからです。プロインタビュアー吉田豪さんのショールーム番組に出演していたゆうこぼはるなさんが、ヤンタンで隣に座ってほしいメンバーはという質問に、横山ですねと即答していました。うん、今はコロナのせいで隣同士じゃなくて残念です。あ、嬉しい。ゆうこぼが隣に座ってほしいのは横山って言ってくれた。言ってくれ、即答で。はい、かわいそう。かわいそう。23点。いやー、もうよう、戻ってるやん、移転する。はぁ立ってない。今日低いですね。今日は低い。今日低いですね。さあ、続いて。はい、京都府の京野康夫さんからです。ほんまでっか TV で、若い子が見分けられるのは、普段から若い子に接するからという話になり、さんまさんは、俺はラジオで若い子に接しているから若いんやって言われていました。うん、さんまさんが若くいられるのは、横山さんのおかげだったんですね。そうそう、さあ、あの、そういうのが影響してんねんて。あの、まあ、俺、まあ、その時も、ね、言ってましたけども、飲み会とかよくさんまさんやってらっしゃいますよねってみんなに言われて、若いことね、そういや、そうやし、それで、ラジオとかも、こうして、21、2の人らと喋らせてもらってるので、女性の顔の見極めがつくねんて。あ、うん、それは、確かやなと思って、なるほどなと、専門家の先生がおっしゃってたんで、これはもう本当に横山のおかげやね。ありがとうございます。横山とか楓ちゃんのおかげ。これはもう71点差し上げましょう。これは、ありがとうございます。お前らに感謝も込めてな。ありがとうございます。そういうところで俺は若くいられんのかと思ったな。さあどうぞ。はい、京都府の浮かれモードさんからです。ミキティこと藤本美貴さんが、もしモームスで総選挙があったら何位だったという質問に1位と即答していました。もしさんまファミリー総選挙があったら、村上昌司さんがぶっちぎりの1位ですよね。あ、俺のグループの総選挙、はい、村上さんがぶっちぎりの1位になるって、はい、まあこう付き合いも
かなり長いですからね、これ8点かわいそうまさかこんなところで8点出ると思う取ったよく取った方ですよ。多い方。この内容で。この内容でよく取った方。はいどうぞ。はい兵庫県の筋肉ボディさんからです。三原純子さんが国会に遅刻してそれを蓮舫さんがツイッターで実況して大騒ぎになったそうです。元スピードの今井絵理子さんも、今や国会議員ですし芸能人当時を知っている身としては国会議員かとしみじみします。ここはさんまさんが首相になって、国会をさんま御殿や工場委員会のように仕切ってください。そうそう、何か事情があったと思うけどね言えない、うん、5時間も遅刻した、らしいからな、これは 寝坊とかそんなレベルじゃない、遅刻やろから、そう、でも俺が国会行って仕切って、ね日本をもう預けられたら、もうどうしてか分からへんよね、今は笑わすことできない、笑わせてもすぐ叩かれるやろな、今。そうですね、今はダメです。おー、これは。でも注射打てへん言うてるからね。確かに。って。俺は打ったんからな、人それぞれあるからな。アレルギー出る人もいてりゃ、それと同じや。この体を今変えたくないね。まあ、一度も菌に侵されてない、この体をそのままにしときたい、だけのことなんで、まあまあ、どうしてもまあ海外旅行が行けなくなってしまうかもやねんけど、ここでもっぺん決断を下さなあかんねん。どういう状況になるのかっていうのも見てもらわなあかんからな、まあ俺を師匠になってくれということなんでね、これ81点ですね、高い、はい、というわけで今回は以上ということで、今回、ヤンタン特製マスクが8点の人がですね落ちたの、そうですね8点の人ですね、はい、タナシンさん、桜のつぼみさん、ココイロさん、今日のやさおさん、筋肉ボディさんの5名がマスク当選です。おめでとうございます。ヤンムスは癒せませんのコーナー、イエイ。さあ5ヶ月ぶりの楓ちゃん、楓ちゃんこのコーナーは、はい、得意不得意、不得意ですダメでしたね、あ前はダメやった、はい、だからもう5ヶ月も経ってるからやな、はい、ちょっとはここで頑張ろうとか、そうですね、思う気持ちはちょっとはあるやろ、ありますあります、どこがダメなの、大体自分でも分かるやろけど、どこがダメ、いつもどう注意されてんの俺に、なんでしょう、どう注意されてるんでしょう、私途中で笑っちゃうんですよね、多分それですね、そうか当たり前、分かってるから、やはいじゃなし照れてしまうよな、あですかね、なんかこうそう、まあまあ今日はだから果敢に攻めろ、はい、笑うなよ途中で絶対、はい、なんでおかしくなんの分かんないですね、で横山、はい、もうお前見よう見せたい、この頃な、はい、いい雲がお前おてないけど、はい、調子悪いねん、あら、どうしたんですかね、だから俺は、好きな人ができたかボーイフレンドができたか、あらなんか手でが入ってしまってんのよ、だからお今頑張るのお前しかいないねん、私しかいないんです、頑張ります、お頼むで、はい、兵庫県のマリアちゃんラブリンタッツーさんからです、もうこんなになってる、おおいい、もうちょっと大人になろう、うん、大人、うん、もうこんなになってる、いいよいいよ、ありがとうございます、テルのルーがもっそいいよ、ありがとうございます、おいおいいい、すごい、久々や、あのいい子ぼか調子悪いから、ありがとうございます、さあこういう感じや、わかったな、はい、かかかえでちゃん、はい、兵庫県マリアちゃんラブリンタッツーさんです、こんなの、え、ちょっと待って、なんてあのこちゃちゃ私あの全然どういうですか、もっぺん聞こえなか最初、あーごめんなさい、入り口わかんない、ごめんなさい、こんなの恥ずかしいじゃあもっとちゃんと、はい、さこれよく似たセリフやからな、はいはいはい、今の、横山の真似してもええねん、あーはい、うん、はい、こんなの恥ずかしい、こんなの違うね、うん、いやほうじゃなしにじゃあ俺何も見本見してないやんか今、はい、もう早くやめようとしてるやん、いやしてないです、してない、それはしてないです、あのしてないです、こんなのっていうことや、こんなの
こんなのっていう感じ。はい。はいよ、どうぞ。こんなの、恥ずかしい。じゃあ、こんなのじゃないね。オーバーに言うと。こんなのっていう感じ。抜いた感じ。抜いた感じ。抜いた感じ。こんなの、恥ずかしい。何笑ってんだよ、お前は。わかんない。俺が一生懸命説明してるやろ。私も一生懸命。なあ一生懸命、私も一生懸命です。はい、こんなの、こんなのっていう感じ。はい。あ、もうペコ。こんなの。違う、こんなのって普通やねん。さんまさんの、あ、メガネかけた方がええんちゃうか、さんまさんみたいに。せや、ね、よ、関係ない。笑ってる。余裕超えてる場合か、ほら。怒られる。こんな、何、お前もちゃんとせえ。してます、してます。こんなのって、はい。こんなの、恥ずかしい。ああ、やっぱあかんな。じゃ次のやつ頑張ってみよう。はい、頑張ります。はい、分かってるはずやねんけどな。さあ、横山、ちょっと見よう見してあげてくれ。はい、兵庫県のマリアちゃんラブリン、タッツーさんからです。お願い、休ませて。あ、お前、だいたい、セリフも分かってきたな。だから、お願いじゃなしにな。お願い休ませてっていう感じの方がちょっとお願い休ませてっての方がええな、うん、お願い休ませていいね横浜ちょやっぱお前にこの頃いくぼ調子悪いねんって言うとやっぱり私がやらなきゃっていう責任感が出てきたみたいなそうですねちゃんと頑張って、うん、だからそういう気持ちをかかがお前何睨んでんねん睨んでないですよ。笑わないように必死で。そうか。笑わないようにな。はい、笑わないように今かか。次お前やでって顔見たら、はい、ずーっとなあ微動だにもしない感じで睨みつけてたけど、このさ何を言うねんっていう。ここはコーナーやから別に俺が、はい、やってくれってお願いしたわけじゃないからな。もうそんな睨むのおかしいと思うわ。睨んでないです。睨んでるやん。本当ですか。もう行くで。すいません。はい、島根県、島根の一旦もめんさんです。カチンコチンだよ。あ、もうちょっとお姉ちゃんになってみよう。お姉ちゃん。カチンコチンだよ。うん。一つと一つお気に入ってみようか次は。カチンコチン。じゃあじゃあお前なんだ。チンコッチンってことや。カッチンコッチンじゃないね。じゃあ、わかる？俺の方が正しいよ。カチンコッチンっていう、ちょっと分けてみよう。うん、はい。カチンコッチンだよ。あ、もうぞ、カチンコッチンだよっていう。カチンコッチンだよ。これ大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ。大丈夫俺は何を説明してるんだろう。あ、おしまいも。MBS ヤングタウン土曜日、すべてのコーナーの宛先は、yando@mbs1179.com、yando@mbs1179.com です。皆さんお待ちしてます。来週、私、横山はお休みです。ゲストは、モーニング娘。21の生田絵里奈さんです。4ヶ月ぶりの生田さんです。お楽しみに！さあ、今日は5ヶ月ぶりに、香川楓ちゃんでした。いかがでしたか、はい、今日は。はい、面白かったです。見に来てんのか。あ、知り合い。ほんまにちゃんとこれからお前ね睨みつけるのやめようねいやそうですねじゃあ目線気をつけますおお芸能人としても先輩やし、はい、年齢的にもかなり上やから、はい、その人を睨みつけるって睨みつけたつもりないんですよすいませんもうちょっとおしっこ漏らしてしまいそうやったら怖くてというわけでお相手は柏さんま村上昌司モーニング娘。21横山玲奈加賀楓でしたまた来週お会いしましょうさよならさよなら